皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もダークソウル2スカラーオブザファーストシーン遊んでいきましょう。さあ前回に続いて DLC マップ第2弾、この黒霧の塔を攻略中です。で前回ね、そっちから来ました。多分順路的にこっちかな。でなんだけど、あそこの塔ね、あっちに行ってない。あれ取っとく。ちょっと戻って、あの金殿のとこね。あこいついいのか。あんま行きたくないんだけど、そこね。いやこの下かな。ちょっと待ってね。あとまあそっちも行ってないんだ。そこも行っとく。このアイテムがあるってね、分かっちゃってるからね。これがやだな。3発。はい、あぶね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 。はいよ。ここの、あ、そう、ここのそっちね。ここ絶対、絶対なんか怒るもんな。ただ意外と人は死んでない。待ち伏せ、ローリング。なんでそのローリングを言うの？あ、これか。ドーンってくるからね。まあ、そこにずっと入ってた。なるべくじゃあ、こっち行く。この先かいこっち。鏡見、嘘。鏡見ないだろう。問題そっちだ。ほらやっぱり吹っ飛ばされるとくたまる。はい、あぶねぶねぶね。3発目ね。ほい。で秀夫のソウル、これで終わり。宝がある。ここに、いや多分これかな。もうない。これもなんでもない。で、追加ね、ヒドのソウル。これなんだろうね。英雄、これなんでこれ死んだの？待って待って、なんかすげえ音がするんですけど。何？ん？これなんもないよね。これで、下行って、そこね。ここね。そこのほら、下った先ね。何なんだろう。で呪いを確定してます。でキンドロ、キンドロ死んだ、死んだね。ちょっと待ってな。そこのこれやっとく。これ回復してる。ちょっと待ってね。いや回復してないか。これいやらしいわこいつね。落っこちろ、落っこちろ。ここもう一匹んだな。あ、よしよし、バカめ。完全にバカです。まあ、お前も壺持ってるんかい。じゃあ最初から投げよ、もう。これ毒になるかな。あ、いいよ。で、だん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 後ろ下がってって、落ちろ、ほら。のけぞらせられれば、落とせる。あ、そうそう、いいよ。よし。バカめ。作戦勝ちだ。でちょっと待ってね。どっかに像あれば。あと呪いね。これそこに行くっていうか、こう行って、あっ、あっ、危なかった危なかった。でまあ呪われるんだけど、どこだろう。これ何の呪い。くっ、こいつね。まあ、しゃあない。これはしゃあないわ。ちょっとご利用すか。そこになんかある。うん、これはなんでもないんかい。この、ああ、待って、あいつ復活してる。ええー。もう、ここなんなんだよ。多分、どっかに像あります。あ、これかな。あ、これか。この効果ね。はい。くさび。うす。これでどうなる。何がこれキャンセルされるの。いや、呪いは溜まってるわ。ええー。で、宝だ。これは？ほらに、早く開けてよ、そんな。なんかもう重そうな申し訳いらんのよ。映画の体験、はい。と、これは？白石。多分これで終わりかな。体験ね。この呪いは？何効果かな？
で、見ときます。これね、映画の体験。由来の知れぬ古い体験。あまたの所有者を経て、フローザの放浪騎士ゴルディンに渡ったが、彼の死を境に途絶えた。使えた皆、ノーハスター剣士となったが、彼らは左利きの剣士であったという。これ多分ないと思うんだけど、左手にね、装備したら火力が上がるとかってあるのかな。しかしこれ呪いで減ったの、おい。これはもう人の像ね。で、さらに休憩ね。ソウルいいかな。そんなに多くなかった。で、今回向かうはこっちです。そこ、それはしごか。と、水がめね。そこなんだ、これ。下から来れる。あと、レバーか。うわ、そこもいる。これ、これ多分通らんよな。これね。これ通ったら大したもんですよ。まあ、通らんわな。何なのこれ。左セーブ。そこ怖い。バイオ的だ。壁もないかな。ここはちょっと なんでこれ針があんの。あ、まず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 い。なんかいた。あと、樽持ちね。あれは、もうなんか、誘爆させよう。いや、これ本当に炎のロングボウ持っててよかったわ。ほらよ。うわ、あいつに当たってね。まあ、こいつ弱いんだけどね。毒になったかな？いや。よし。ね。で、何？これはレバーか。このレバーなんだろう。そっち行く？お、怖いな。これ開くの？うわ、ですよね。で、さらに誘爆ね。これも先にやっとく。これやべえだろ、これ。左の底いった。いいだ、よしよしよし。これで終わり？この正面だな。これなんだろう。攻撃。あ、なるほどね。ずらせるんだ。ただ、だから移動してるんですけど。逆に怖くない？はい。で、これが何？裏手か。馬に注意。これ弾。まあ、これパパッと一旦やるか。燃えるがいい。ワープした。あと待ってな。さらに。うわ、これまずい。奥に2匹。これ叩いて、こうね。あと、レバーか。これがあっちゃうね。あの、でっかい人。でかおくんな、そこいんだよな。ここら辺は、ないね。となると何？この空間は？ここにレバー？ないか。まあ、多分ここでその戦いってことでしょう。うわ、そこ二人だな。この二人は、地味にきつい。これ困ったな。まあ、毒屋かな。ちょっと待ってね。毒にします。よし。と、これね。そこまでね、火がいってない。これで、あなたね。で、あとは削ります。よしと。で、こっから本番ね。ここへ。待って、ここなんかこれ崩れそうじゃない？ボーグ。ここね。ほら。うわ、ただ、破壊できねえ。この先にボーグ。まあ、やるんだったら、一旦これをこうして、で、こうしてからの、食らったわ。で、こうかな。多分これ爆弾ですかね。防具。まあ、いいか。困ってはない。あ、で、これでか。これでこうなる。うわ、これどうしようかな。さっさとレバー引いた方がいい。これ絶対来るだろ、こいつ。あ、ですよね。
これ困ったな。おびきなす。ちょっと待ってね。これ把握として。そう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 、まあ来るわな。あいつは燃える？あ、燃えてんな。よし、いいぞ。そこでちょっと燃えてくんね。よし、ずるい戦法だ。直火焼き。ないね。もう半分減ったわ。よしよし。ブン。もう一発来る？来ない。背面回って、尻叩き。ブン。はい。はい。あー、あと一発。よし。あぶねえ。最後ね、膝しばき。で、これ、コロッといって。あ、あいつにか。あいつに多分、壊させるんか。なるほどね。もう一匹いる？いや、あれなんだろう。雑魚敵かな？あ、違うか。なんでもなかった。よしよし。で、一旦これ抜けて、外ね。太陽万歳。違うの？左。太陽万歳は。こっから、こっから隠し道じゃないだろう。あ、いや、そこ行ける？この先、ここじゃない？左が有効。この左ってこと？迂回路。抜け道。嘘つき。これで？あ、で、これでこうか。なるほどね。よし。で、ショートカット。つまり、ということは、この先ボスかな。ショートカットということは、他ないね。これは？ここもないね。ねえや。よしよし。でもって、あった。太陽万歳。そこは、そこどう行く？こっから無理じゃない？束の鎖かな？で、まずは、こっち。この先、ボス。喜び。炎。炎が有効プラスダッシュ。一応、炎小石。これつけて、ダッシュ。ダッシュとは。うわ、ボス戦じゃないし。いや、ちょっと待ってね。それ、何？松明？ここ何これ？上からか。多分これ対魔、あ、まずまず、なんか、ほふく前進プロ来た。で、何？うおぉ、これ対魔臭くない？ちょっと待って。何こいつ。結構燃えるぞ。なんすかこの人は。早えよ。ほふく前進プロ。で、これ燃えると困るかな、逆に。あ、自分もやっぱ減るね、これね。ほら。あ、まずい。ぶっ飛びそうと思ったらもうぶっ飛んだわ。くそー。こいつ困ったな。そこの食材。あれとも食材しよう。これ嫌で気がつかないんですよ。あ、ついたついた。マジか、ついたわ。で、こいつね。こいつこれどうしよう。どうさばく。毒やん。燃やした上で毒にする。もう一発。まずまずまず。寄られるとこいつ爆発するんだろう。困るな、こいつ。なんだろうな。来るなら来いよ。毒になれ。こいつ燃えてもね、食らってないし、脂肪燃焼せんのか。どうなってる？あー、待って待って、そこもやっぱあるよな。火を恐れるとかって言われあんのかな。ない。そこも2匹いるし。うわ、3匹いた。もう、これ無理だろう。3匹。これどうすんの。燃やさずにしばく。
燃やさずしばきは有効なのか。ちょっとやってみようか。まあでも普通だね。硬いなこいつ。あ、まずぶっ飛ぶ。結局ぶっ飛ぶか。あ、痛い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 。もう、なんなのこのポコンテだ。3発。まあ、ホノロンで燃やしちゃってもいいか。こいつ地味なん来たな、おい。なんだこいつら。脂肪燃焼しなさい。はい。よし。燃焼。で、ただそう、さらに、こいつね。多分、ライフある程度減ったら燃焼するのかな。これでどう？ほら。燃焼せよ、お前。あれ、キャンセルできんの？自分の意思で。そんな気の。ほんで、このかがり火、この意味何なのこれ。火を灯す意味。あんまなくね？と、竜骨の化石ね。ここら辺なんかすげえありそう。ないんだな。いや、待て待て、誰レイチェル。誰ってどこだよ。レイチェル。どこ、はい、背後。ん、どこだ、多分下かな。ここで何、ケンシ君の。どこだよ、来いよ。で、レイチェル。強いかな、多分この下かな。いや、これやだな。行かないと分かんないもん。あと、途中にほら、ここにあった。うわ、デブいるわ。どうしよう。これはもう下るしかない。微笑みデブ。いや、それからか。あの上からコロッと来れんだ、多分。こっから、多分こう行けってことでしょう。でしょ？で、ここでこの微笑みデブ、こいつをやれと。こいつね、尻。多分ここまで来ないだろう。怖い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 。来そうで怖いな。あと、そこ行ける？行けるか。あー、行けなかった。待て。やめれるわ。あ、いた。気づいてない。バカめ。そこにいるのか。あと、そこに行くのが地味にむずい。困ったな。これ間違えて下まで行っちゃうと死ぬんよな。はい。で、こっから、待ってね。角度。この角度。はい。よし。んで、干からびたね、いらねえ。呪いの予感。壁もないね。ないわ。いらねえ。この、干からびた根っこってこれ使う？あ、ちょうどいたわ。ああ、あいつ毒武器だ。やらしいやつめ。こっちもじゃあ毒だ。登ってこい。ボケ。これ行きたくで、超行きたくで。あ、いいよ。そこいいよ、そこ。ああ対局。くっそチキンだろ、これ。あいつ毒になるかな。あなた、多分なった。よし、いいぞ。そこにいなさい。石橋プレイだ。よし。まあ、こんだけ減らしゃいいだろう。行ってやろうか。一発、石砕き。んで、これ、ホノロンで多分、燃やせるかな。これね。あれよね。ちょっと、光源をね、確保。はい。で、扉めっちゃいっぱいあるんだけど。あ、待って、あいつなんか、燃えてね。どうしたの？焼身殺か。エンチャントね。多分闇タイプだ。困ってる。どうしようって。かわいいな。どうしようって、その火に突っ込んでいくの。こんな倒し方があろうか。バカか。これでやってみる？よし。
焼き芋だ。もう1割ぐらい。よーし、焼けたぞ。かわいそう。何にも出番なし。この先敵、ちょっと待ってね。敵に注意。下行くとさっきのとこ、ここだけ何もないんだな。不穏じゃない。うわ、デブいた。あ、だからかこれね。まあデブは普通に叩くか。脂肪燃焼させて、あれぶっ飛ぶね。知ってしまえば簡単ではある。これ何、一個一個行くしかないじゃん。っていうか全部開けるしかないじゃん。この先アイテム本当かな。本当だ。光る臭み石と追憶。おお、誰誰、どこ来た。敵って書いとけよ。じゃあ追加で。あ、消えた。はい、こいつ塗っときたな。多分ワープ待ち伏せね。これ強化無駄ということは何もない。あー、でも人死んでんだよね。ちょ待ってな、デブがいる。デブ2匹かな。じゃあ放置。これ繋がってる。いや多分繋がってないか。いや繋がってるね。バンバン繋がってるわ。で最後のこれが何、当たり扉。これもなかなかいけないんだよな。あのデブは寄ってこない、炎に。いや寄ってくるね。燃えるよ。ほらあんた、ほら言わんこっちゃない。燃えちゃったもん。ああ、待って、これ燃えるとやる気出すんだな、こいつね。あ、まずい、吹っ飛ぶ。よし、あいつは放置かな。でこれね、残るかがり火多分2箇所。あれ、ここも何、デブ。あれ、いけなくねっていうか、あ、こっから今なんか下あったな。吹っ飛べ、ほら吹っ飛べ、ほら吹っ飛ばねえ。あ、吹ったの、よしよし。吹っ飛びキャンセルデブはあれ何だったんだろう。これで下に登って下るのか。うわ、ここは落っこったら即死だわ。キャー、あのピャーってやつ、なんか死ぬまでに一回やってみたくない。はしごとかであんまりはしごを下るっていうシーンがねないもんな。デブがある、この先デブ、みんな言ってるわ、この先デブ。慌てるな、遠距離戦ね。一旦切るか。開けた後で多分デブがいる。いや開けろよ。ないこの扉。これでどこ、あ、いたいた、デブね。この数これ困ったな。まあ一匹ぶっ飛ばしてしまえば誘爆するんだけど。あ、そう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 、これね、これこれ、ね、いいんじゃない。で近寄らせて誘爆を、爆発を、ほら脂肪燃焼性、ほら、ちゃ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 、脂肪燃焼、ほら、あ、そう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 、これ誘発すれば勝ち確です。まだいんな。何この数、これなんだろうね。んで探求者、これは調べる。あ、でこれなんだ、耐熱の鉄条ね。多分キーアイテムこれですね。耐熱の鉄条、強い熱を帯びた鉄の棒、この塔に熱を与え仕掛けを動かすために使う。弁王国からこの辺境を奪い取った鉄の子王は弱き王であった。だが鉄が生まれるこの場所を見出したことでこの地を滑る王となった。まあいっぱい鉄が取れましたと。
鉄ね。そう、なんかこのシリーズさ、なんか独自の金属とかってないんだよね。何々ニウムとかさ、何々ステンとか、それは結構面白い。普通にあの松とかあるしね、松屋に。どっかに松が生えてます、この世界。どこに生えてるかわかんない。どっかに松がある。はい、んーで、これで一旦戻りか。この杖使って、あのかがり火ね。弱点頭。ああ、待って、デブ来んのか、もう乗ってたんかい。これちょっと待ってね、これ乗っちゃうとこれまずいんだよな、多分。一発燃やしてから、これなんか燃やす意味あんの？デメリットしかなくない？しかしね、この防具、これ優秀だわ。必須装備、これを超えるものがない。この先嘘つき、つまり悪いやつ。あれ、嘘つき悪いやつ。うわ、これ何、そこ、あ、これだの、こうか、入り口ね。はいはい、一休みで帰ってきました。こっからはまあ普通に戻るか。ちょっと待ってね、そっち、そこ、あれ、いけないもんね。ただ、あれか。入り口あるわ。一旦、蹴るぞ。で、これでもって、そこね。これ使って終わりかな。そこにですね、ぶっ刺す。これだ。鉄の棒ね。こっちに行けないもんね。何の鍵だろう。ああ、多分あれかな。チャレンジかな。んで、ぶっ刺す。ぶす。めちゃくちゃ熱そうだな、これ。どうやって持ってたの。これで、ブーってなって、ボーってなって、これで、あー、リフトね。これすごいの来たな。こんな仰々しいリフト。ただ、ちょっと待って。あ、そうそうそう。一旦、これ乗るか、まあ、そこ乗るかって感じかな。あー、これずっと動くんだ。上行けるし、下行ける。多分、下行くと、さっきの、あれね、だと思うわ。そこね。ちょっと待ってな。ちょっとだけ見ようか。ちょっとだけ。気になるもんね。つって、ま、死んだらパーなんだけど。ここに来て、あぶね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 。これいけんの？いけないんだ。あ、で、これが外だろう？ここね。ほら。うわ、ゾーンがあった。あ、待って、こいついた。ダメです。ぶっ飛びなさい。となるとやっぱそうだよね。ですよね。わかってんだよ。ちゃ。構えてこうね。おお、すげえなこれ。左もだよね。あいつらどうやってそこにそもそも陣取ったんだよ。これぶったたいてもしゃあないか。で、問題ここね。ほら、やっぱなんか出てきたよ。うわ、あのでかいのか。これどうしようかな。このデカちゃん、こいつそこそこ強いんだよな。こっち入ってこれるんだ。困ったな。とりあえず一発叩く。ブン。三発目危ない。たまたま回避。両手で尻。ちょっと待ってな。焦ると本当に良くないっす。後ろ大丈夫ね。狭いけど。ここまで来ないんか。いや、来るわ。普通に来るわ。ここ避けにくいな。三発目。縦回避。二発叩いて。で、まあ、やっぱ横振り誘発かな。3発目で、あ、こののけ反りがね、逆に困るんだな。
遠くなっちゃうから、ブンからのブン、尻叩き、はい、膝叩き、もうなんかね、もう何匹かすげえそう、いないかな、あ、ほら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 、ちょ、これ2匹目いるということは3匹目いるんじゃないのこれ、ブン、あっち行きたくね、多分これ3匹目いるわ、なんかそんな感じするもん、いないかな、なんかいてほしいという気持ちとね、絶対いてほしくないという気持ちがある。2発目来ない、あ、いるんだ、これでいけるね、よし、はい、ザコー、来ないこれ、狭い場所だって何なんだよこれ、狭い場所じわるな。で、人の像、これ取って終わりかな、もう一匹なんかで、ね、そこら辺いそうなんだよな、ほら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 、ねえ、いたでしょ、くさびしも塊欲しいね、いっぱい、あ、待って、こいつ武器は違う、うわやばいでしょこれ、なにこれ、ただ硬さ的には一緒なんだけど、まあ当たらなければどうということはないんだけど、やべえな、あの武器は。これやばいっす、これ。これやばいっす、これ。クソ強いっす、こいつ。マジか、これ最後にやべえの来たな。クソ強い、こいつ。だってあんなメイスダメでしょ、これ人が握っちゃう。まあ人じゃないんだけど。フルスイングだよ、だって。やばくない？あと出血感。なんだあれ。誰が作ったんだよ。製造原価あれ、いくらだよ。これ200万ぐらいかかるんじゃないこれ。すげえ適当なんだけど。これ作るの何万円かかるんだろうね。いやでも200万じゃ足りないか。足りんよな、多分。危ない。いや、これスタミナ一発で全部持ってくれるわ。えぐ。フルスイング。もう一発来る、来ない。あ、いいよ。これで、切るんだ。あー、ラスト一発、よし。危ねえ。これ強かった。あの武器欲しい。このメースにね、トゲつけてえな。ああいうメースに。で、ソウルと。もういないだろう、さすがに。これね。塔の鍵。ここでこれ鍵か。塔の鍵。今のとこ最低2箇所ある。ちょ、待ってね。ちょこっと戻って。塔の鍵、これですね、塔の鍵、この塔の扉を開く鍵、かつて塔からは多くの鉄が生まれた、王は鉄の兵を作り鉄の城を築いた、そして鉄の竜も作り出そうとしたと言われている。これなんか可愛くない、子供がレゴブロックでね、ドラゴン作るみたいな、ドラゴン作りたいっていう、これ可愛いな。でもこれを使いながら行ってないとこね、向かっていきなさいと。じゃあそうですね、今回は時間の切れがちょうどいいんで一旦行動終わりにして、で次回ですね、残った上方向と鉄格子、まずそこから攻略していきましょう。はい、よかったらコメント高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ダークソウル2でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。